皆さん、千代田区九段北にある靖国神社に参拝に行きましょう。靖国神社に参拝に行きましょう。昨日21日からね、23日まで春の例大祭が執り行われております。誠に残念ながら、この大切な靖国神社に日本国の三権の長、衆議院議員議長、参議院議長、そして最高裁長官、そしてね、なんといっても内閣総理大臣安倍晋三が参拝しておりません。さらに残念ながら金城陛下には、こんばんは、さらに金城陛下にはご参拝いただいておりません。誠に残念であります。千代田区九段北にある靖国神社に参拝に行きましょう。皆さん、宗教的にあるいはね、永久戦犯が合祀されているからとかね、さらには占領軍 GHQ の、こんばんは、こんばんは、占領軍 GHQ の占領政策による歪められた歴史教育に、この歪められたね、歴史教育からどうも靖国神社にはという方も多いかと思います。実は私もね、若い時その口の一人でした。いろいろその後調べてみますとね、あくまでもこれは占領軍 GHQ のね、占領政策なんですよね。それと戦後利得者、これ幸いとしてね、昭和55年体制にのっとった戦後保守と称する方々のね、どうも誤った歴史教育も含めて、靖国神社についてはどうも間違った教育を受けているのが現状ではないでしょうか。もちろんね、こういうふうに私ここで連日申し上げていると、長谷川君は戦争が好きなのかと言われます。私はね、戦争反対です。断固として反対なんです。そして皆さん、全国各地にあるそれぞれの地域にある護国神社に参拝に行きましょう。全国各地の護国神社の祭神は靖国神社の祭神と一部重なるものの、靖国神社から分祀された例ではなく、独自に昇魂祭祀を執り行っております。自衛隊発足後は殉職した自衛官も護国神社に祀られるようになりました。皆さん、それぞれの地域の護国神社に参拝に行きましょう。幕末から明治維新にかけて功のあった志士に始まり、日本国内外の事変、戦争など国事に準じて亡くなられた軍人軍属の戦没者を英霊として祭り、その柱数246万猶予にも及ぶのです。国家のために一命を捧げられた方々を慰霊顕彰しましょう。祖国を守るという公務に起因し亡くなられた方々の神霊です。靖国神社に参拝することは宗教行為と、行為というより習俗習わしとしてよろしいのではないでしょうか。キリスト教や創価学会やね、他の宗教の皆さんからも、また海外から来られた
皆さんからもねご参拝いただいております。さっきの大戦では多くの国民が兵士となり、私たち日本国のために戦い命を捧げていただいたのです。この時皆々が靖国で会うことを約束し出陣したのです。死者との約束は取り消すことはできません。国に殉じた人に尊崇の念を示す、このことが私たち日本の平和国家建設にとって最も大切なことではないでしょうか。天皇陛下の最後の親拝は1975年昭和50年11月21日昭和天皇のご親拝でありました。私たちの言うご参拝でありました。その後天皇陛下にはご心配いただいておりません。誠に残念であります。靖国神社に参拝の折はお近くの千鳥ヶ淵戦没者墓苑にご参拝してはいかがでしょうか。ここ千鳥ヶ淵戦没者墓苑、ここには先の大東亜戦争の折に国外で死亡した日本の軍人軍属民間人の遺骨のうち身元不明や引き取り手のない遺骨を安置しております。そのおよそ35万8000柱以上の遺骨が安置されております。特定の宗教宗派に属さない施設です。皆さん靖国神社に参拝に行きましょう。護国神社に参拝に行きましょう。千鳥ヶ淵戦没者墓苑に参拝に行きましょう。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、20年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2679年、平成31年4月22日月曜日です。後期2679年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦ですと紀元前660年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んでバスターミナル、バスタ新宿があります。ただいま午後6時10分少し回ったところです。気温は20度です。こんばんは。言論の自由、言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。今日テレビ新聞報道機関、こんばんは。マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、時には嘘の報道、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて日本を貶める、反日に偏った反日の報道を繰り返し繰り返し報道されているのが現状です。公共放送 NHK までも公共放送 NHK までもがこのありさまです。皆さんこんばんは。あなたもここで街頭でスピーチしませんか。自由に社会や政治に
疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。今日の言論の自由、報道の公正、公正なる報道が極めて危険な状態です。この報道に日本の危機を感じ、私長谷川隆はここ東京新宿駅南口で街頭で言論の自由と、こんばんは、報道の公正を訴え続けております。ぜひ皆さんもね、ご参加ください。ありがとうございます。